読売新聞ビルは東京都千代田区大手町にあるビル。読売新聞ビルは読売新聞グループの本社拠点でありながら劇場型ホールを併設している。建物の高さは200メートル、大手町タワーを上回り、大手町エリアの最も高い建物である。現在の読売新聞ビルは2代目の読売新聞グループ本社ビルであり、初代社屋の敷地に建設。また、 毎年正月に開催の東京箱根間、往復大学駅伝競争の発着点として使われ、レリーフには歴代総合優勝校が刻んでいる。2010年3月31日、読売新聞グループ本社は老朽化していた大手町社屋を2014年をはじめをめどに建て替えると発表。新社屋の設計管理は日券設計。 施考は、清水建設が手掛けることが決まり、2011年8月に着工、2013年11月に完成し、翌2014年1月6日に開業した。新車屋が完成するまでは、東銀座にある日産自動車旧車屋に仮車屋が置かれた。読売新聞ビルは開かれたオフィスビルとなっており、低層部に薬局、保育施設、多目的ホール、 診療者などの施設が入り、8階がメディア関連部門、9から11階に、新聞の編集部門、12から33階が、グループ本社や中央公論新社、読売巨人軍のオフィスが置かれ、19から24階は、テナントフロアとして貸し出されている。低層部の屋上には、屋上庭園を設置し、環境にも配慮。また、 ビルは2台の2 0 0 0ットの非常用発電機を備え、最大1060人の帰宅困難者を受け入れるスペースを確保している。他に1階エントランスには、日本テレビに貸し出されていた横山大館の霊宝富人が新社屋の竣工期に戻り展示されている。読売大手町ホールは本ビルの3階から5階にあるホール。主に試写会や講演会。 室内楽の演奏会などに使用されている。初代大手町本社ビル読売新聞本社の社屋は、1877年から1923年までに、銀座1丁目、1923年から1971年までに、銀座3丁目に立地していた。しかし、業務の拡大とともに、スペースが次第に手狭になり、増築しても限界に近づきつつあった。そのため、 1961年、読売新聞が大手町にある大倉省国有財産局と関東財務局の跡地の払い下げを求めた。読売新聞社による払い下げは一旦認められたものの、同じく入札を参加した産経新聞社の水野茂雄会長の反対、及び勝力松太郎社主が移転を反対していたことで進捗が滞り、1968年に、 やっと合意が成立した。読売新聞本社は、1969年8月10日の読売新聞長官一面に、新社屋を大手町に建設することを正式に発表した。1971年10月、大手町社屋を竣工した。銀座から大手町への引っ越しプロジェクトは、銀座の頭文字、G と大手町の大を取り、合作戦と命名された。 初代大手町社屋は、地下5階、地上10階建てのビルであり、地下2階と3階に印刷工場を設け、延べ床面積は68,609平方メートル。社屋の設計管理は、三菱地所、志向は、清水建設と大成建設が担当した。1974年10月11日、昭和天皇と皇潤皇后が、大手町社屋を訪問した。 読売大手町ホールに関するカテゴリー、ありがとうございます。